どうも、大悟です。今回はちょっと、恋愛の話を、したいと思います。恋愛の話ですね。はい。で、今回のテーマは、失恋です。失恋から立ち直るって、どれぐらい時間かかるの？って話ですね。はい。まあ、とかくですね、人間というのは不思議な生き物で、やっぱり一回失恋したりとかですね、いわゆる別れを経験すると、ああ、もうあんな素晴らしい人には出会えないんじゃないかな、とか思ったりするわけですよ。そう。ああ、もう、ね、あの人と別れしまってしまったから、もう私の人生はお先真っ暗だわって思ったりするわけですよ。で、これって、本当なのってところなんですけど、結果言います。嘘です。はい。人間はですね、将来のですね、自分の感情を予測するのがめちゃくちゃ下手くそなんですね。自分が今感じてる感情はずっと続くと思うんですよ。だから自分は、今落ち込んでどうしようもない、お先真っ暗だと思ったのは、ずっとお先真っ暗が続くんだろうな、この気分がって思うんですが、実際はそんなに続きません。じゃあ、失恋によるですね、痛みってどれぐらい続くのと、はい。いうのをお話しして、で、さらにですね、なるべく皆さんが失恋から早く立ち直った方が多分いいと思うので、それに立ち直りたいと思ってる方がこの動画を見てると思いますね。今日は、早く失恋から立ち直るためのですね、失恋のメリットについても、お話ししたいというふうに思います。このチャンネルはこういうふうに様々なですね、科学のですね、知識を皆さんにご紹介するというのをやってます。ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、今日の動画なんですけど、失恋のですね、から立ち直るのにかかる時間ですね。はい。これ、先に結果言います。1年です。はい。1年で失恋から立ち直れます。基本的には。はい。これ、ベルン大学の研究で判明してるんですが、約9000人のですね、男女を対象にしたですね、面白い研究になります。かなり重いですよね。で、これ全員のですね、私生活を3年間も追跡するってですね、結構大規模な研究になります。はい。で、この中でいろんなことをですね、彼ら調べてまして、男女のですね、いわゆる関係ですね、恋愛とか、結婚関係とか、そのが壊れた場合、立ち直るまでにどれぐらい時間かかるのかとか、で、あとはですね、具体的に男女が別れた時に、精神的にですね、どんなダメージを受けるのかってことを調べたっていうですね、研究になるんですよね。これ、なかなかね、いい研究ですよね。で、結論どういうふうになったかっていうとですね、男女の関係が崩壊した場合、いわゆる失恋とかね、離婚とか起きた場合、そのですね、メンタル的なですね、ダメージから完全に立ち直るまでにかかる時間はだいたい平均すると1年ぐらいです。で、どんなダメージを受けるかっていうと、自尊心がダメージを受けるってことが分かってるんですね。この自尊心っていうのは、今の自分を認めることができる感覚のことを自尊心と心理学では言います。つまり、失恋してしまうとどうなるかっていうと、立ち直るまでに1年時間かかって、で、この1年間の間は、自分がダメなやつ、今の自分はダメなんだ、何か不満がある、何か変えなくちゃいけないんだっていうふうに自分を責めるような感覚が生まれちゃう。だから、つまり、自己否定に陥るってことですね。はい。これが、失恋のですね、強烈な影響なんですよ。なるほどなーって話なんですね。つまり失恋点とかですね、離婚っていうのは自尊心を低下させてしまうと。で、それが治るまでに1年間時間かかりますよってことなんですよ。で、この自尊心が低下すると何が起こるかっていうと、皆さん経験ありません？失恋したりとか、なんか振られたりとかした後、自分が普段だったら絶対付き合わないような相手と付き合っちゃったりした経験とかありません？例えば女性だったら、普段私は自分は80点ぐらいの女だと思ってるわ、みたいな。で、例えばね、相手が90点ぐらいのとか80点ぐらいの、ね、男性と付き合ったとするじゃないですか。で、付き合ってから、振られたとしますね。で、振られるとどうなるかっていうと、自分が80点と思ってた女性は、自分のことを50点とか40点とか考えちゃうんですよ。自尊心が低下するんですね。で、こうすると、普段は絶対付き合わないような、50点とか40点ぐらいの男性と付き合っちゃうんですよ。で、これ1年ぐらい経つとどうなると思います？自尊心が戻ってくるわけですね。戻ってきた時に、あれ、私なんでこんなどうしようもない男と付き合っちゃったんだろう。別れよう、みたいな風になって、また別れて、みたいな。また自尊心が下がって、みたいな。ってことが起きるんですね。だから、望まれないですね、恋愛をですね、しながら振られまくってる人っていますよね。つまり、もっと素敵な男性と付き合えるのに、わざとなんか DV とか、なんか酒癖が悪いとか、変な男性と付き合って、でですね、ひどい別れ方をすると。で、またそういう人と付き合うというのを繰り返す人は、なぜそういうことをしてしまうかっていうと、本来は70点とか80点とかですね、あるんですよ。自分のその自尊心のレベルが。で、本来はそれぐらいのレベルの人と付き合えるはずなのに、そういう人多分付き合って振られたんでしょうね、一回。素敵な人と付き合って振られたんでしょうね。振られて、自分のですね、その自尊心が40点ぐらいまで低下します。低下すると、問題があるような、相手のレベルが自分から見た時に、あ、この人40点ぐらいだなって思うようなレベルと付き合うわけですよ。付き合って、だんだん自尊心が回復してきますよね。回復してきたんだけど、ここでまた別れるじゃないですか。で、別れるとまたこれで自尊心が低下するわけですよ。だからまたですね、40点ぐらいと付き合うっていう、このですね、負のループが起きていくわけですね。そう。だから、失恋のメリットっていうのをちゃんと意識しないと、いつまで経ってでも、レベルの低い人と付き合い続けることになるんですよ。これがダメな相手と付き合いまくってしまうですね。そして恋愛を失恋を引きずって、ダメな相手と付き合いまくる人たちの、特徴なんですよね。なかなかね、シュールな話ですよね。じゃあ今日はですね、失恋のメリットについてご紹介します。こうすると、あ、自分は失恋を経験したことによって、こういう風に前に進んでいけるんだってことが理解できるので、こうするとですね、自尊心の低下をですね、ある程度防いだりとか、失恋を乗り越えて前に進んでいってですね、もっといい相手とですね、出会えることができるようになると、いうことがですね、言えるわけです。じゃあこれどういうメリットがあるかっていうと、実は失恋した人たちの多くっていうのは、
自分がその昇進してね、自尊心がですね落ちて、メンタルがへこんだ後にポジティブな変化をですね実は報告してるんですよ。例えばメンタルが強くなったとか、ね、あの例えばね、あのね、盲信して相手のことを盲信して恋愛にですねわーって打ち込んだけど、でも人間ではやっぱりですね考え方が違うから全部一緒とは言われないと、だからお互いを高め合えるような、あるいはそのお互いですね自立していて、まあ、あの一緒にいるときは一緒にいる、一緒にいないときは一緒にいなくてもやっていけるみたいな風にこうね、違う人間なんだけど一緒にいるって感覚をですね持っていて、その一緒にですねこうね、ね、生活できる人がいいなとか、そういう風にですねこう考え方が成熟していったりとかするんですね。だからその失恋から得た教訓を未来の恋愛関係だけではなくて対人関係とかにも、活かせると、活かせるようになるということがですね、失恋のメリットっていう風に言われてるわけなんですよね。だからそういう意味で言うと、失恋がで学んだな、これは人生に対する教訓になったな、自分はこうこの失恋からこういうことを学んでもっと前に進めそうだなみたいな風にその経験から得たものを認識すると、でこういうことをやっていってあげると、失敗する恋愛ループからですね脱出することができて、まさに失恋をバネにしてですね、より良い結婚とかにつなげることができるわけですね。はい、まあ、ぜひ皆さんあのね、このことをですね頭に入れておいていただければなという風に思います。ただこれ間違いないでくださいね。大失恋をしたら1年ぐらいは仕事に打ち込むとか、ね、友達関係を、ね、充実させるとか、新しいことにチャレンジしてみるとかして、一旦ですね恋愛ではないところに自分の価値を見出した方がいいと思います。やっぱり自尊心が回復するまでにある程度時間、1年とは言わずある程度時間がかかるので、まあ、半年ぐらいはおとなしくしといてもいいんじゃないのって思いますけどね。他のことやってもいいんじゃないのっていうふうに思いますけどね。そういう意味ですね。だからぜひ皆さんもですね、失恋から立ち直る期間のメリットを意識していただいて、失恋をバネにして、より大きなですね、素敵な、男女関係を築いていけばなというふうに思います。はい、というわけで、今日の放送は、こんな感じでございました。みこさんがずっと後ろで座ってますけどね。はい、みこさん、みこさん、みこ呼ぶと振り返るんですけどね。はい、ということ で今日はですね次の動画、ご紹介します。次の動画はですね、やっぱりね、とはいえでもやっぱり自尊心が回復してきてもなかなかいい例がないですよという方がいらっしゃると思うんで、今日はですね男女別のいい出会いの条件というのをですね、今日は、続きの動画で解説しておきます。今日の続きの動画は番組タイトル下の説明欄またはですね YouTube のコメント欄の方からチェックしてみてください。男女別いい、出会いの条件ということでですね続きの動画をご用意しております。ぜひですねチェックしてみてください。それでは、また次回お会いしましょう。バイバーイ。